井戸尻遺跡の現状。2012年10月撮影。井戸尻遺跡は、長野県諏訪郡富士見町にある遺跡。縄文時代中期を中心とする集落遺跡。井戸尻遺跡長野県のほぼ中央に位置する八ヶ岳山陸地域は、湧水が湧くため、縄文時代の遺跡が多く、井戸尻遺跡は、八ヶ岳南陸、海抜800メートルから1000メートルの尾根や大地上に立地する。 釜梨川に向かって緩やかに落ち込む傾斜地となっているため湧水が豊富であり、この水に恵まれた環境が集落形成の要因になっていると考えられている。八ヶ岳南緑の縄文遺跡は早期や前期にかけては少ないが、縄文中期中央を中心とし、立場側から東へ二つ目の母沢から、東の鹿の沢周辺に、井戸尻、外市、島内、旧米骨、京平ら、 カラトグー、向原などの遺跡が集中し、井戸尻遺跡群を形成している。井戸尻遺跡から出土した土器中期中用の最盛期の土器は土器形式で島内式や井戸尻式と呼ばれる。巨大な深鉢は豪快で抽象的な土器文様が描かれ、中には動物や人の頭をかたどったと見られる文様もある。住居跡から12個の関係の土器が出土している。 機種は11個までが8型で、そのうちの9個が深鉢である。これらは射伏用で、特殊な大深鉢は貯蔵用であると考えられている。島内遺跡から出土した半人半川ぞ分つば椿け原家を含む川原家、土製品、石器は長野県島内遺跡出土品の名称で、国の重要文化財に指定されている。石器も数多く出土し、 大石や打声石符、石皿が大部分で、3号住居跡からは、打声石符が43個、大石が10個検出されている。打声石符は、雑木林の伐採や根茎、球根などの土掘り道具で、石皿、大石は、どんぐりなど加工が必要な喧嘩の調理用であったと、考えられている。戦後、堺村は、林野の開拓が行われ、農作業中に、 多くの土器や石器が見つかり、1953年地野市出身の考古学者、宮坂栄一の指導で、島内遺跡の発掘が行われた。1958年井戸市里遺跡の発掘調査が行われ、諏訪市出身の考古学者、藤森栄一や宮坂栄一の指導の下、地元の住民で作る堺市学会や高校生が作業を行った。 発掘者の中には、初代井戸尻高校館館長になる地元、富士見町出身の竹藤を六がいた。その後、井戸尻遺跡保存会が発足され保存に尽力し、1966年に国の史跡に指定され、周辺は井戸尻史跡公園として整備された。また1975年、祖都市遺跡の、 第4号住居士から出土した7点の一括土器が縄文時代の遺物として県だからに指定されている。中でも水園渦巻文深鉢は1963年にパリのプティパレで開催された日本古美術展に出陣されており、1972年には郵便はがきの両学院面の衣装に採用された。藤森栄一は井戸司令石はじめ、 中央高地の縄文遺跡研究から縄文農耕論を唱え、狩猟採集が主体とされていた縄文時代の文化構成に意義を唱えたことで知られる。藤森は、どんぐりや栗などの植物質食材を主とする社会は原始的な焼き畑式農耕に移行していくと考えた。しかし、農耕の存在をはっきりと証明する栽培植物が検出されなかった。 近年は古環境の復元や栽培農耕の起源に関する研究が進捗し、縄文農耕論も再び注目を集めている。現在は公園内に井戸市以古館があり、出土品を展示している。特殊メガネをかけると 3D になる解説画面による縄文土器や縄文人の暮らしが主張できる。野外には縄文住居が復元され、目前にカイコマ 高王三山、富士山を望め、大賀連島の季節の花々や、水車小屋が見られる。また、水煙渦巻文カバ鉢を 3D プリンターでスキャンして作られた貴重なフィギュア、ストラップも販売されている。隣には、富士見町歴史民族資料館があり、考古館と共通入場券である。町内から集められた、明治、大正期の農具、生活用品、養蚕、 静止具が展示され、当時の民家を移築再現されている。また、古代製鉄の復元実験資料のコーナーもある。藤森栄一の著書の愛読者であった、アニメーション界の巨匠、宮崎駿の描いた、古代の八ヶ岳山六や、縄文人の暮らしを描いた原画が4点、展示されている。ありがとうございます。